ベルシの話、または、ボルシの話は、フラート、島本のみに現存している、サットルで、オーラブ西王の佐賀の章に含まれている。物語はおそらく14世紀から存在していただろう。しかし、北欧では主に古い神々が、まだ信仰されていた1029年には成立しており、古い信仰におけるファロス崇拝の伝統を今に伝える話だと考えられている。物語は、 老人と老婦人が他の人々から離れた岬に活発な息子と賢い娘の二人と住んでいたことをまず語る。彼らは他に男女の奴隷を所有していた。さて、この奴隷が馬を屠殺し、馬のペニスを捨てようとしたところ、男の子が走っていって、それを取り、彼の母と妹、奴隷の女性が座っている場所へ行った。男の子は家族と話をしている。 奴隷女性に向かって、この期間が彼女の足の間でおとなしく、していないだろうという冗談を言った。すると、奴隷の女性は笑ったが、娘の方は兄に気持ち悪いものを捨てるように頼んだ。しかし娘の年老いた母は立ち上がると、それは捨ててはならない、役に立つものだ、と言った。ロープ人はそれを保存するため、ニラネギとハーブと一緒にアーザブで、くるみ、 貴重品を入れる箱の中にしまった。秋、夕方ごとに、ロープ人は貴重品箱から取って、彼女が信仰する神に対するようにそれに祈り、他の家族もそれに参加させた。彼女はそれに対して、因文を暗唱した。同じようにする夫や他の家族にも、皆が仕終わるまでそれが、順繰りに手渡されていった。ノルウェーの王オーラブ。 オラフ2ホレルドソンがクヌート大王から逃げていた頃のことである。ある日、オーラブはこの一家のいる岬にやってきた。王は彼らの崇拝について耳にすると彼らをキリスト教に回収させたいと考えた。王はフィン・アルナソンとソルモーズ・コレブルーナルスカルドというものだけを連れて彼らの家へ行った。王とオールは全員灰色の街灯を着用し、 自分たちの蘇生を隠した。王トールが家に入ると暗い中であった娘から身元を尋ねられた。彼らは皆自分の名前をグリームだと答えた。女の子は騙されず、あなたがオーラブ王なのはわかっているわと言った。そこで王は彼女にそのことを黙っているように頼んだ。王トールは他の家族とも会った。その後彼らは夕食に招かれた。 老婦人が最後にその場に来たが、彼女はベルシを持っていた。彼女はベルシを夫の膝に置き、女の巨人はこの神聖なものを受け入れるかもしれないと語り、死を暗唱した。夫はそれに応じ、同じフレーズを含む死を暗唱した。そしてその場の全員が、王がこのフレーズで死を浪唱するまで続けた。王はうんざりし、自身の正体を明らかにすると、 キリスト教について説教をした。夫がとても興味を示したのに対し、ロープ人は非常に懐疑的な態度であった。最終的に家族全員が王に従う聖職者によって洗礼を施されることを承諾した。彼らはそれ以後ずっとキリスト教徒のままであった。ありがとうございます。